叙勲褒章内定者の皆さん、望月紹介です。初めての、受賞ということ、皆さん不安になられることと思います。私どもが受賞に関わること、準備することについて、これから説明させていただきます。最初は、授与式への出席の服装、あるいは、お泊まりについてのご案内になります。東京への、伝達式、皇居拝謁へご出席はご夫婦になります。第一礼装での出席です。モーニングに色留め袖の、格好は、私ども望月商会では、提携する貸衣装店と提携して皆様に提供させていただきます。伝達式の服装です。こちらモーニングになります。ワイシャツは普通の襟が主流です。ネクタイは白と黒の縞のネクタイが主流になります。胸は白いポケットチーフを入れます。白手袋ですけども、これは持って立つのが形ですので、持っていかれた方がいいです。女性の方は、色留め袖が主流です。こちらの扇子ですけども、ちょっとやっぱ皆さん刺してこれ持っていらっしゃいます。手持ちのバッグですけども、上品なものをちょっとあれ皆さん持っていらっしゃいます。内示が来まして、東京での伝達式拝謁の日程が決まりましたら、近くのホテルを手配しましょう。ホテルに着付け、あるいは写真の手配ができるホテルが一番いいです。私ども望月紹介では、東京での何か所かのホテルと提携して、皆様の泊まりの手配をさせていただきます。